大阪市における特別区の設置についての投票は2015年5月17日に大阪市で投開票が行われた住民投票である大阪市を廃止し5つの特別区を設置する大阪都構想の実現の是非を問うたが反対票が賛成票を上回り特別区の設置は否決された橋本徹大阪市長を中心とする大阪維新の 会が実現を目指して掲げている構想である大阪都構想の賛否を問う住民投票。この都構想案は2017年4月に今の大阪市を廃止して現在ある24の行政区を北区、湾岸区、東区、南区、中央区の5つの特別区に再編、大阪市長並びに大阪市議会を廃止し各特別区に区長、区議会を設置。 大阪市の仕事のうち教育や福祉などを特別区に都市計画やインフラ整備といった広域行政を府に移すと定めている。大阪市選挙管理委員会は2015年3月20日住民投票の日程を同年4月27日告示5月17日投開票と決めた。3年前に成立した大都市地域における 特別区の設置に関する法律に基づいて、政令指定都市の廃止を問う全国初の住民投票となった。住民投票の対象は、特別区の設置エリアである大阪市内で4月27日時点で有権者数は214万786人。大都市地域特別区設置法に基づき、投票率に関係なく、結果は法的拘束力を持つ。 法的拘束力のある住民投票としては日本政治史上最大級の住民投票となった。賛否の呼びかけには公職選挙法が順用されるが活動費用やビラ、ポスターの種類や枚数などには政権がなく街頭運動も投開票の当日まで可能。通常の選挙における選挙広報に代わって投票広報が発行され市議会における 賛成派、反対派の議員数に応じて紙面が配分され、各世帯に配布された。反対する4回派は共同で紙面を作成した。投票率に関係なく、投票結果は成立し、有効投票のうち賛成票が、反対票を1票でも上回れば、大阪市の廃止並びに5つの特別区の設置が、決まる。住民投票で、都構想が否決された場合、橋本は、 同年12月の大阪市長任期の満了とともに、政界から引退する意向を示しており、5月17日の住民投票で都構想が僅差で否決されたことを受け、記者会見で改めて引退を発表した。投票日前に日本経済新聞社とテレビ大阪が大阪市内の有権者を対象に実施した世論調査で大阪都構想について賛成41%、 反対39%ときっ抗。どちらとも言えないと言えない、わからないを合わせると20%。住民投票に必ず行く、なるべく行くとした人は、計97%に達した。一方、朝日新聞社と朝日放送の世論調査では、賛成の33%を反対の43%が上回った。17日の住民投票に行く可能性が高い。 そうでも、反対がやや上回っている。なお、賛否を明らかにしていない、その他、答えないが24%。また、共同通信社、毎日新聞社、毎日放送、産経新聞社、関西テレビの合同世論調査では、賛成は36.7%、反対は47.5%と反対が大きく、上回った。読売新聞社と、 読売テレビの世論調査でも反対50%が賛成34%を大きく引き離すなど各マスコミの間で大きく割れる結果となった。なお、不在者投票は2015年4月28日より開始。最終結果投票状況大阪市24区のうち11区では賛成得票率が13区では反対得票率がそれぞれ多い結果となった。 おおむね西部沿岸部と南部では反対多数となり、東部では賛否がきっ抗し、大阪環状線より北東の地域では朝彦を除き賛成優勢であった。賛成が反対を10ポイント以上上回った地区は環状線の真北、反対が賛成を10ポイント以上上回った地区は外縁部の端に位置し、いずれもごく少数である。国事期間が通常の選挙よりも長かったため、 期日前投票は359,203票、不在者投票は9,014票、合わせて368,217票と、かなり高く経過した。読売テレビの出口調査では、期日前が反対ント、賛成ント、無回答ト。五月十七日が賛成ント、反対ント。 無回答4%となった。なお、読売テレビ以外の出口調査では、期日前投票分が含まれていないものが多く、出口調査結果と実際の開票結果で賛否の多数が異なることとなった。朝日新聞社と朝日放送は、投票を済ませた有権者を対象に出口調査を実施。それによると、20代、30代、40代、50代、60代の 各世代で賛成が過半数を占めた一方、70歳以上は反対が61%で賛成を上回った。また、共同通信社、毎日新聞社、毎日放送、産経新聞社、関西テレビの合同出口調査では、賛否を性別で見ると、男性が賛成55.5%と上回る一方、女性は、 反対が52.0%と賛否が逆転する結果となった。一方、読売新聞社と読売テレビの出口調査では、男性が賛成57%で反対41%を上回ったが、女性は賛成48%、反対47%ときっ抗する結果となった。読売 YTV の出口調査によると、 国政の支持政党別の投票行動は、橋本が最高顧問を務めと構想を推進する維新の党支持層は94%が賛成。一方、半都構想を主導した自民党支持層では、賛成45%、反対52%と支持層を固めきれず、4割が賛成に流れ、無党発想も賛成51%、 反対47%とそれぞれ賛否が分かれた。また、民主、公明、共産の各党の支持層は反対がいずれも8割近くを占めた。朝日、ABC の出口調査でも、維新支持層は賛成が97%に達した。自民支持層は反対が58%、賛成が42%に上った。公明支持層は 反対79%、賛成21%。共産支持層は反対88%、賛成12%とそれぞれ反対が賛成を大きく上回る。無党発想は反対が52%、賛成が48%ときっ抗。共同、毎日、三継の合同出口調査でも自民の支持層の42.7%が賛成に回った。 公明支持層は反対が87.3%に上り、共産支持層は89.6%、民主支持層は77.7%がそれぞれ反対。無党派層は賛成が50.8%、反対が49.2%と賛否がほぼきっ抗。これに対し維新支持層は賛成が96.9%を占めた。 憲法改正論議で維新との連携を視野に置く。自民では、大阪府連レ,レベルでは、都構想に反対してきたが、菅義偉官房長官が、記者会見で、二重行政を解消するのは、当然などと、都構想に理解を示す発言を繰り返した。自民の支持層の賛否が割れた背景には、こうした事情も影響したとみられる。協会への支持と、都構想の賛否との関係では、 橋本を支持する人の89%が賛成、橋本を支持しない人の92%が反対と回答した。読売 YTV の出口調査によると投票した理由について賛成した理由は行政の無駄が削減されるが最も多い43%。ついで大阪の経済成長につながる地域に応じた政策が行える住民サービスが充実するの順だった。 一方、反対する理由は、これまでの議論に納得できないが25%で最多となり、大阪市がなくなるから、行政の無駄の削減にならない、住民サービスに格差が生じるが続いた。また、朝日、ABC の出口調査では、賛成に投票した人が挙げた理由で最も多かったのは、行政の無駄減らしの面で41%を占めた。次に多かったのが、 大阪の経済成長の面で31%だった。一方、反対に投票した人が挙げた理由で、最多は、住民サービスの面で36%。次に、橋本市長の政策だからが26%と、続いた。今回の結果を受けて、橋本は17日夜、大阪維新の会の幹事長を務める大阪府知事の松井一郎ともに、記者会見し、 大阪と構想は市民に受け入れられなかったということで間違っていたということになるのだろう。僕自身に対する批判もあるだろうし、説明しきれなかった僕自身の力不足だと思う。今の市長の任期まではやるが、それ以降は政治家はやらない。政治家は僕の人生からは終了だと述べ、今年12月までの任期は全うするものの、次の市長選挙には立候補せず。 正解を引退する意向を表明。また、橋本は、記者団から、将来、再び政治家に戻る、可能性はあるのかと質問されたのに対し、ない、弁護士をやると述べた。また、この結果を受けて、大阪維新の会の関連団体である維新の、党代表、枝健次は18日未明、責任を痛感しているなどとして、党代表を辞任する意向を表明。 稀有な政治家である橋本さんを引退に追い込んだ。サポートが不十分だった。しっかりけじめをつけたいとコメントした。その後、維新の党は19日午後に開いた、両院議員総会で枝野代表辞任を了承し、新代表に前幹事長の松野来級を選出した。一方、反対派各党の大阪支部の幹部のコメントは、以下の通り。投票後、 マスコミ各社で世論調査が行われ、毎日新聞の世論調査によると、17日の投票結果について、良かったと思わないとの回答は42%で、良かったと思うの36%を上回った。都構想が否決されたのを受け、橋本が今年12月の任期満了で政治家を辞める考えを表明したことに関しては、政治家を続けるべきだ40%。 引退は、妥当だ37%と評価が分かれた。すぐに辞めるべきだは8%だった。また、産経新聞と富士テレビを、キー局とする FNN が行った、行動世論調査によると、大阪都構想が17日の住民投票で、反対多数となったことを、評価しないとする回答が46.4%となり、評価するの39.6%を上回った。 住民投票が行われた大阪市を含む近畿ブロックでは評価しないが54.9%で評価するの37.7%を上回った大阪都構想の賛否を問う大阪市の住民投票が否決されたことについて全国の知事や市長からは結果分析や橋本の引退表明への受け止めなど様々な声が上がった橋本ともに同州生推進知事 指定都市市長連合の共同代表を務めている宮城県の村吉弘知事は大阪都が軌道に乗ることがあれば同州制に弾みがつくことは十分あると思っていた。同州制への影響は間違いなく出ると語った。新潟県の伊豆田博彦知事は住民投票の結果について自治体の形を直接住民に問う今までにない機会だったと意義を評価。 自身が過去に県四合併を視野に入れた新潟州構想を提唱した経緯を踏まえ、二重行政の課題は今後も残るとした上で、大阪都という形にこだわった結果、心配した層が反対したのではと分析した。愛知県の大村秀明知事は、秘訣の結果について大阪市役所をなくすことまでは市民が躊躇したのだろうとの見方を示した。 自身が掲げる県と名古屋市を一体化する中京都構想への影響については考えが全く一緒というわけではない。愛知と名古屋にふさわしい方向を今後も議論すると語った。また同じく中京都構想を提唱する河村隆史名古屋市長はわしは名前は変えてもいいと思っとる。当時の流れとしてああなった。名古屋と大阪では中身が違う。 国が嫌がるぐらい発言力を持った大きな町にする必要があると持論を展開するにとどまった。和歌山県の日戸市坂義信知事は大阪市のあり方が議論されより活性化されることは関西や和歌山のためには良いことだと述べた。神戸市の久本木造市長は大阪市民が市の存続を願った結果で二重行政の問題に 引き続き向き合うことになると語った。大阪と構想をめぐって、橋本と対立した堺市の竹山治市長は、改革を一気化成にやろうと急ぎすぎた。しっかり検証していないのではと指摘。一方で、改革意欲は素晴らしかった。そのマインドは、堺市でも生かしていきたいとも語った。同様に、範囲新の八尾市の田中聖太市長は、 今回の議論が無駄とならないよう、改めて大阪府が広域自治体としてどのような役割を果たすのか、ふと協議していきたいとコメント。反栄新団体には属さないものの、都構想には反対の立場の水田市のことを、刑事市長は大阪市民が市の自治を守る必要性を冷静に判断したと表明した。 東京都の舛添要一知事は住民の生活や街が良くなる方向に主張が努力すればいい話。とは制度いじりをしている暇はないと指摘した。いずれも投票日当日の放送。ありがとうございます。